校に入ってからまず何をするかみたいな。ホテルです、ね、ラブホに入ってまず何をするか。はい、なんでこいつキモかった。お風呂を見て、あのライトとかついてるじゃないですか、ラブホって。なんかそれ結構テンション上がるじゃないですか、ラブホ感みたいな。それがあるかとかちょっと見ます。最近いつ行ったんですか、それ、ね、そういうところ。行ってない。最近行ったな。行ってない。ママのお酒のチェックっていうの、アンさんと同じ感じですか、はいはい、ね、演技をするしないみたいな。するしないで大丈夫です。え、何の演技を、はい、はい、行為中の、はい、はい、せーの。店のマネージャーのスイッチどこなんですか。セクシーさを感じるか感じないかかな。なんか私最近気づいたんですけど、肩幅が広い方が好きみたいで、なんか私顔で選ぶより体で選んでるタイプです。まあする場合もある。はいはい、簡単する。いや、する場合もですけど、なんか好きな人とかでもちょっと、あの過去の人が悪いんですかね、自分よがりというか、もうお願いしますっていう人が多かったので、さっきちょっと当てられてる恥ずかしいと思ったんですけど、その場合はあ、もうはいはいはいって演技はします。まあ、最初の時とかはまだ分かんないからね。そうだからできるようが、うん、できるようが。スイッチが入る瞬間みたいなのってさん、どんな感じですか。どの時に音をすごい聞くことが多いので、うん、声とか。なるほど。すごいパワーをします。なんか耳元でなんか言われたり、ささやかれるのが好き。そうですね。でも何とも思ってない人に今夜どうとか言われたら、いや今夜どうは違う。ガーンじゃん。なんか違うんですよ。かわいいねとか、かわいいねとか、なんか今日俺のためにありがとうとか言ってくれたら、今日俺のためにありがとう。なんかそのデートとかしてて、あ、デートする、もうデートしてるとすごい。デートとかしてて、遊びたいとかしてて、こうなんかふっと寄っていった時に、うん、私にしか聞こえないぐらいの声で言ってくれたりとかしたら、あ、いい、うんうん、なるほどね、うん、メモしましたよ、今日はありがとう。あと言ってみる。ふとちゃんの声聞かた私にしも私酔っ払わないとないんで、酔っ払った時がスイッチかな。なるほどね。だからスイッチ入らない人と飲んでも酔っ払わないってことなの。お付き合いしてる人とか好きな人とかと飲んで酔っ払った時がスイッチ。一番だね、確かにね、うん、お酒はそうだよね。本中に異性にされて嬉しいこととか。お、うん、あ、なんか耳元、耳元、あ、こう正常位でこう頭からこう全部こう抱かれるみたいな。ああ、うん、これがいいでしょ。はい、幸せですよね。腕枕みたいな感じですね。全部、あ、耳元でつぶやかれると名前を呼ばれる。はい、はい、はい、でもあんま喋られるとさ、なんかこう冷めてます。実音じゃないんですか。実音じゃない。ちょっとあんまそれだからどこがいいのか分かってると、ちょっとエルにすれちゃうとか。そうね。そうね。ね、そう、名前ぐらいでいいんですよ。何、うん、みたいな。そのなんかささやく感じのやつがいい。ウイスキーボイス。ウイスキー。ウイスパー。ウイスパー。もうお酒飲みが違う。言われると、あ、分かる、そうです、それは分かる、ですね、こっち見てですね。